今回はバイトコンテストの練習をムニエールのステージでやりたいと思います。はい、二人だ、本当に二人だぞ、イレオさん。イレオさん、はい、着きました。二人で、鮭はほんとバイトコンテストのためだけの練習だから。前、荒牧一人でだったじゃん。はい、え、またバイトコンテスト出るんです、やるんですか。絶対やるでしょ。決まったんですか。違う、決まったんですか。決まってはないよ。決まる前に練習しとかないと。決まってからじゃ遅いんだよ、ヒロさん。だってここで練習して、ここ次ここじゃなかったらどうするんですか。いや、絶対ここだね。なんだ、保証する。いや、長年の勘が言ってる俺の。自分が完走したからここがいいっていう願望じゃないんだ違う、ここで絶対やるから。荒牧の次は絶対ここだから。なんで。いや、だから勘だって。でもステージ順って言ったらさ、ここが最初に初期ステージだったから。荒牧やったってことは次ここだよ。なんで。絶対そうなの。うん、絶対そう。なんかかけてもいいよ。うまい棒かけようか。え、じゃあかけましょう。うまい棒かけるわ。いや、何、お金はダメだぞ。賭博になっちゃうからな。誰もお金なんて言ってないじゃないですか。100万円なんて言ってないじゃないですか。いや、用意してたじゃねえか、その言葉。別に言ってないのに。ちなみに今2人なんだけどさ。はい。わかると思う。レベル。危険度レベル。危険度0。で、0はいないからさ。なんだと思う。危険度1。1も違うな。10なんですよ、これ。お、惜しいじゃないか。あんま惜しくないけど、うん、10は余裕だね、なんか。はい、うん、これ200をクリア2人でできればね、結構熱いと思うんだ。はい。お、うのちゃん、僕思いついた。何？賭けに負けたら、うん、僕焼肉食べたい。焼肉？うん、焼肉食べたいの。うん、高級な肉。え？で、当たったらどうすんの？当たったら、うまい棒あげる。なんか釣り合ってなくね？全然釣り合ってなくね？それ成立しないぞ。だってうのちゃんさっきうまい棒食べたそうだったから。いや、食べてたんだよ、うまい棒。僕が今食べたいものを考えてみたんです。うのちゃんうまい棒って言うから、僕今食べたいものあるかなって。高級な肉だったの？高級な肉だった。ずるいね、なんかヒロさん、ずるいね。いや、僕ご飯食べてないから腹減ってんですよ。でも高級じゃなくても美味しく感じる舌だぞ今それ。お腹空いてる時の牛丼とかめちゃくちゃうまい。いやでもうのちゃん、どうせうのちゃんになんかもらうなら高級なお肉がいい。でも次でもコンテストやる時期はお腹いっぱいで励んでるよ、ヒロさん。絶対あのコンテストの時やもう食べれないって時かもしれない。確かに。だって今腹減ってるから肉って思ってる。そう。そうなんだよ。食べ物だとそうなんだよ、ね。それはどうしようかな。まあでも、次絶対ムニエルだとは確信してるので。じゃあ、うなちゃんが勝ったら、うまい棒あげますよ。俺もじゃあ、ひるさん勝ったらうまい棒30本あげるよ。だ、違うって。肉、冷凍で送ってくださいよ。冷凍でしかも送るの、一緒に食べるんじゃなくて、一緒に食べるんじゃなくて、一緒に食べるための肉を送るってこと。なんか俺普通に悲しいじゃん、そんなの。一緒に食わせろだったら、肉。いや、なんか高級だから、誰にもあげたくないだろ。ずるいだった、それ。なんで独り占めしようとしてんの。余裕だな、レブに。余裕だな。ノルマンジュコやる意味あるか。ないな、これ。ないよな、これ。練習にならないだろ、これ。練習のための練習なんだけど、練習にすらならないの、これ。練習にすらならないですよ。これがただ、ヒデオさんに肉取られるだけって。いいだろ。だって僕、うなぎ食べられないからさ。ああ、俺うなぎ好きだわ。うなぎとかじゃん。魚も食べられないし、僕。ほんと魚嫌い。海鮮苦手なんだよ、うん。ってことは、肉しかないじゃないですか。いや、まだいっぱいあるよ。何？例えば？カレー。あ、僕、カレーはね、お店で食べないんですよ。家のカレーってこと？
そうそうそう。ママのカレー。うん、あと自分で作るカレー。ヒロさん自分で食べない。何の食材入れてんの？リンゴ？いや、そんな本格的に作んないですよ。レトルトもしかして。いや、レトルトじゃないですけど。人参と玉ねぎとじゃがいもとお肉です。ああ、普通じゃん。普通にノーマル。ノーマルカレーって。ノーマルですよ。そう、ノーマルカレー。欧風カレー？洋風？なんかん、ドロドロしてるのか、わかんない、みずみずしいのか、うん、あるじゃん。あ、僕ドロッとしてる方が好きです。俺もドロッとしてるタイプかな。そしたらあと2日目のカレーが好きです。2日目？煮込んで2日目のカレーが好きです。何それ？お家で食べるなら。何それ？お家で食べるとさ、うん、なんか結構さ、続いたりするじゃないですか、うん、次の日もカレーみたいな。ああ、まあ残り物ね。あの、そう、そうするとカレーって温めるために煮込むじゃないですか。はい。で、煮込めば煮込むほどうまいんですよ、カレーは。じゃあ、食べないでずっと煮込んでるってこと？いや、食べて2日目も食べるときあるけど、2日目のカレーの方が美味しく感じる。今度作ってみようか。そんで、あと、うのちゃん、あと、ん？うのちゃん？いや、サメだったから使ってみようかなと。はい、マッチングしました。2人。おい、マッチング。2人で頑張りましょう。頑張りましょう。ちょっと武器を。あ、喋っちゃった。あ、いいんだよ、いいんだよ。喋っていいんだよ。実況なんだよ。はい。で、武器変えて、ボルドマーカーにいたしました。え、うのちゃん、ボルドマーカーにしたの？うん、ボルドだから、多分さっきより楽だと思う。ただね、達人100。僕と名前似てる。ん？うん。達人100でやるので。うちに呼んでください。呼ぶ呼ぶ呼ぶ。はい。呼んだ呼んだ呼んだ。ちょ、あー、ごめん。めちゃだっぽいな、俺が。ごめんな。許さない。あ、やべ、あ、ごめん、落ちた。やばい、あと一人しかいない。俺しかいない。俺じゃない。許さしかいない。助けて。助けてヒロさんね、めっちゃ焦ってた今。焦りましたよ、僕しかいないんですから。まあどっちか死ぬと、いつもと逆でびっくりです。いつもヒロさんが死ぬのか。ごめん、やられたねえ、わざとやってるでしょ。助けてあ、何浮いてんですか。ユーフォにさらわれちまったよ。なんで浮いちゃってんですか。ユーフォにさらわれた。ネッシー派なんだ。これはもうとくの昔ですよ。ネッシー派なんだけどな、俺。いないんですから、そんなの。ユーフォーなんていないんですよ。これユーフォーじゃないの？それ見間違ったんでしょ。これあれか、鮭か。ん？鮭？うん。そうそうそう。いや、そろそろフェスあるよね。でも、うのちゃん、ネッシーはいるよ。ネッシーはいる。あー、やばいやばい、危ない。皆さん、どこにいるんだい。ぐ。はい。まあまあ、ノルマ言っているので。いや、なんか死んでもいいの、一人だけってやると、ちょっと緊張するね。少し緊張しない？ちょっとね。ね、ちょっと慎重になるよね。まあ、いいんだろうね、慎重になった方が。うん、ごめん、もう2回もやられちゃったよ。こんなん本番でやったらヒロさん怒るよ。ガチ切れ。僕怒んないよ。怒んないな。うん、死んでもいい？怖い。いいよ。分かった。またサメだから俺。うん。まあでも僕は怒んないけど味方は怒るだろうね。確かに見てるみんなも怒るだろう。ちゃんとやってくださいよ。うん、そんな。いや、僕もわざとやってたら怒りますよ。ああ、わざとじゃないよ。うん、でもわざとじゃないなら怒らないでしょ。よかった。誰にだって間違いはあんですから。まあ鮭が強いってことだ。鮭強いからな、最近は。危ない。あ、倒してる倒してる。真ん中にいるね、あれが。化け物だ。化け物って何ですか。モグラだ、モグラ。化け物みたいな顔してるだろ。モグラは化け物じゃないだろ。何の。やばい。モグラは何なんですか。モグラはモグちゃんです。かわいいな、化け物って言っちゃったけど。やばい。ああ、危ない。アイシールド21みたいに避けてきたわ。それ伝わんのか。え、みんなに。みんなに伝わんのか。アイシールド21？ うん。伝わるだろう。アイシールド21だぞ。
ジェネレーションギャップがあるかもしれない。なんで俺がちょっと年老いた人みたいに。僕はわかるから。マジで理事長わかるんだ。あ、僕はあの前世の記憶を持ったまま転生したの。クヤさん意外と俺に年近いかもしれないな。じゃあ僕転生してんだって。転生したのか。はい、あの記憶を持ったまま転生したんですよ。だから、うん、何でも知ってんだよ。てか2人で25個ってすごくね。確かにね、こんな喋ってね、余裕じゃん。うん、次のバイトコンテストの練習だったけど、なんかいけそうだな。これ終わったらぶっつけ本番だな。余裕ですよ。眠いのか。眠くないですか。何眠いんだろう。は、眠くないんですけど。無理無理やってたよ。え、してない。あれ、敵いなくね。いる。もぐらもぐら、はい、入れといて。なんだ、僕をパシリみたいに使うんだ。いや、鮭倒しとこ。全部入れた。はっ、うん、痛い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 。ぬちゃんをそのままやってくれ。あ、あれ行ってきて。じゃあ俺真ん中で鮭狩りしてるわ。あぶねえ、やられてこだった。あ、ありがとう、プレッサー倒してくれて。うん、うん、もう一回来てるよ、プレッサー。行ってくる。オッケー、任せるわ。柱もいるから任せていい。これ入れとくね。じゃあ、うん、え、この作戦いいね。はい、この作戦いいかもね。いいですよ。俺が真ん中で生きてる。素晴らしいじゃないですか。結構余裕だ。なんで僕パシリみたいになってんの。いや、パシリとは言ってないじゃん。自分で言ってんじゃん、パシリ。そうだっけ。ゴールドいいね。モグラ連れてきた。モグラナイス。あ、強いよこの武器。あっちでいいよ、これ入れるから。もうなんでパシリみたいに使うんですか。俺が言ったわ。ねえ、うなちゃんが言ってるじゃないですか。いや、サメちゃん使いたいなと思って余ってたの。僕だって使いたいですよ。そしたら余ってるでしょ、使っていいよ、バンバン。ナイス。あ、それか、いいじゃん。なんか余裕ですね。え、うなちゃん早くよ、助けて。よう、ひろゆさん。早く助けて。はいはい、よし。なんか出てきた。ああ。セーフだろ。え、アウトだよ。アウトだよ、アウト。余裕だ。ちゃんとスペシャル2個使ったから。ギリギリな。これであれか、曲か。割とちょろいな。はい、ひろさん。おい。200だよ、今回一番難しい危険度に。二人で挑戦していきましょう。多分さっきより難しいと思う。頑張りましょう、うん、さっきより全然難しいと思うので頑張りましょう。本当に頑張りましょう。あっち、あっちだ。大砲か。どうする、ヒロさん撃つ。もうじゃあ撃って。オッケーオッケー、俺撃つ。呼ぶね、ちゃんのが上手いな。こっちが呼ぶね。二人で大砲ってなかなかだね。うん、ちょっと奥の先に撃っといて。はいはい、奥の撃っとくよ。うん、ちゃんと向けたの偉い。うん、偉い、マジで偉い。オッケー、倒しといて。柱とかは俺倒すから一回入れてきていいよ。はい、でそれ呼んで、いや奥の倒せるかな。オッケー、オッケーオッケーオッケー、まあ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 、ちょっと待って、すぐ大砲撃つから。はいはい、あはい、怖い。はいはいはい、13個だ。意外といけるな、うん、そこら辺の打ってくれてたら余裕だろ。うん、俺が大砲頑張るわ。いいじゃん、もうちょい上手い大砲。ごめん、鉄板が来てた。ごめん、ヒデさん後ろから鉄板来てる。俺やられてる。ヒデさん、ヒデさんありがとう、ありがとう、はい、ありがとう、ヒデさん。後ろからね、鉄板来ててびっくりして今。うなちゃんの方に行ってたの。そう、気づかなかった。ヘビしか見えなかった。危ない、ここに20秒か。ちょっと大砲撃たない方がいいかもな、うん、あれが来ちゃったな、うん、肩パッドのせいで撃たない方がいいかも、うん、ちょっと一回逃げよっか、二人で。怖い。なんとなく流れは掴んだわ。200は大砲なんだね。オッケー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 。もしかしたら本当に200引いたら大砲だね。
確かに。いや、大丈夫、大丈夫。ねえ、何やってんですか。大丈夫、大丈夫。危ないですよ。ギリギリですよ。そんな見るなって。あ、見て。あ、6見なくても音でわかるんですけど。これ6章のやつじゃね。6章じゃないです、これは。運ぶやつだよ。ちゃん。いやいや、運ぶやつですよ。これどうしよっか。ひろさんと2人でやるの。確かに難しいな、これ。14個投げるか。数数えよう。うん、これ2個。4。5。2。7。あれ10。わかんなくなってる。10。4。ねえ、ほんとにやめろ、それ。わかんないけど、倒さなきゃ、これ、まずい。これ、倒さなきゃ、まずいな。14個はないよ。倒してるよ、こっち。オッケーオッケーオッケー。そのまま。ちょっと入れてくる、このまま。投げとくわ。投げて、そのまま倒して、やっていくわ。14個あんのかな、こっちに。あるあるある。あるよ、ほんとに。数え間違いしてない？どうしようかな。はい。ちょっと待ってね。先倒すわ。これまた湧くから、うん、また湧いちゃった。ごめんごめん、これやばい、これやばい、これやばい。あ、じゃあもう一個は？カニ使うわ。じゃあもう一個は？あと何？もう一個？あと一個ですって。あ、じゃあカニ使えてなかったわ。あ、そっか、これ2個分なのか。はい。そっか。いや、いいや。ごめん、無駄遣いしちゃった。だから言ったじゃないですか。そうだ。だから言ってたじゃないですか、僕ずっと2位って。そっか、そういうことか。4位とか。そういう意味だったの。僕偶数しか言ってないです、確か。おい、そういうことか。まだ奇数も言ったかもしれない。まだ奇数も言ったかもしれないけど。うい。俺偶数と奇数わかんないんだ、大人になっても。え、マジで言ってんですか、うん、パッて出てこない。でもひろやさんも右と左パッて出てくる。出てくる。あ、出てくる、ごめん。よし。でもいるらしいよ、右と左がパッて出てこない。うぬちゃん、カチカチしてるのが奇数ですよ。何カチカチって。なんかこう、尖ってるじゃないですか。1とか5とか3、あ、3丸いわ。ダメだ、ダメだ。ダメだ、それだって今適当に言ったのか。いや、1と5を浮かべて言ったんですけど、3が丸いことに。ってことか。とりあえず15個は入れないといけないね。周りの鮭倒しとくから、じゃあ外周お願いしていい？はい、外周やります。外周担当のひろやちゃんと。ひろやさんですよ。外周はひろやさんの役目ですからね。外周担当の、ごめん、しな、ごめん、真ん中しな、ごめん、ごめん、ごめん、ほんとにごめん。戻ってきてくれ。ゆっくりでいいよ。ありがとう、ひろやさん、ありがとう、はい、マジでひろやさん助かってる。はい、ちょっと待って、やばい、やばい、もうじゃん、ゲッパでやられちゃった。やばい、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 スペシャルがカニなんだよな、俺。カニ打てないな、この状況で。うん。頑張って。ひろさん、真ん中戻ってくるか。うん。うん。ひろさん、ひろさん。はい。それ、ボブ入ったと思う。入った？入った。ごめん、やられた、真ん中戻ってくれ、ゆっくり。ゆっくりじゃダメだ。あれ厳しいぞ、最後。むずいね。いやー、これ、厳しいな。ちょっと、むずいね、今回。ビブさん。これはすぐ作戦を考える。そうだな、次までに考えとくわ。最初の1にはいけるけど、カニがな、カニがちょっとな、使いづらかったね。惜しい。惜しいね。練習しよう。